ということで今日は、クリスマスイブでございます。24日でございます。はい、ね、しゃべんない。上皇后様の誕生日じゃなくて。え？上皇后様の誕生日も次の日じゃなくて。そうだね。まあそうと思うよね。そうね。なんか23日休みじゃないとなんかあれだね、寂しいね。寂しいよね。寒いね。やってるかな？やってるよ。予約したんだ。そうだよね。びっくりしたと思った。今日は予約しましたよ。ここでございます。じゃあ、森さん、いただきますか。乾杯。美味しいね。そう、とても美味しい。楽しみ。楽しみですね。どうしてもね、年末がね、これちょっと最近ね、来れなかったんで、ここに3年、今年は来れるって思って。そう。そう。頑張って働いて。頑張って。頑張って働いて。ねぎらう感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。やばいやばい、生オールだよ。ニモさん、ニモさん、じゃあはい、いただきます。見た目デザートみたいに可愛いけど辛くて美味しい、うん、酔うよ。ちょっとゆっくり行こう。これは酔う。そうこれ今やばいって思って。やばい、しかも空腹ですからね。胃が熱くなって。じゃあ頼んでいいですかね。トリッパーのお豆入りと、お豆入り、あと和田石焼こと大根、白骨大根、ちょっとまたもうちょっとしたら頼みます。はい、お願いします。ありがとうございます。うん、あ、香ばしい、うまっ。でもやっとコロナがさ、なんかいろいろ言われなくなったじゃないけどさ、そうそう、まあちょっと出歩いて気軽にね、行けるのに。ですよ。いただきます。一番乗っちゃっていい。いいよいいよいいよ。豆、豆なん？これはね。食レポやつ。食レポ下手だな。うまい。それだけで十分だと思ってるから。じゃあ一応メニューにワインに番号が振ってあって、大体あの網羅していくんだよね、うん、じゃあ白赤を上からいっていく感じですか。48ぐらい。白ワインの4と赤の8をグラスで。はい、はい、します。ちゃんとじゃあれだよね、結構、うん、人気者、人気者っていうのをあのオマージュすること多いですね。あ、そうそうそう、うまい、うまい。小学校の時にさ、あの消しゴムをサイコロ型にして、うんうん、歯ブラシのコップで、うん、あの長半やって、先生にちょっと母親が連絡いたことがある。でももうちゃんと消しゴムに長と半って書いて、であの歯ブラシのコップって壊れないじゃん、プラスチックで、で消しゴムポンってパンってやって、まあそういう漫画とかの映画だと思うんだけど、さあ貼ったみたいな、いいか悪いかなんて歯のできない、ただかっこいいみたいな感じで、
ダメじゃん、うん、やばいね。はい、はい、あ、はい、あ、ありがとうございます。はい、あ、そうそう、いちご一緒に飲んでないの。あ、ありがとう。どう、あのね、うん、そういうわけじゃないんだけど、うん、なんか飲めないというこぼんじゃったな。なんかおしゃれじゃ、おしゃれじゃない。最悪だね。最悪だけどしょうがない。はぁー、エジカラス。あ、もう匂いがいいですね。はい、ちょっとアンチョビソースにね、ソースが付いてるので。はい、色ゲスゲスってるな、ゲスってますね。いやでもね、これ多分すげえいい匂いなんだよな、もうすでに。すごいですね。いい匂いですね。はい、ゲス。じゃあちょっと行ってください。あ、俺だ。はいはいはい、じゃあ私ちょっと撮ってますんで。はい、待ってね。あ、いよいよ、どうすか、食ってみろ。あ、そう、まあ、お前食ってみろ。わかりました。ごめんな。ちょっといい。あべ。じゃあ、いただきますね。いただきます。一生パンダメじゃん。ダメじゃん。ちょっと安いか。マジで。確実に結構縮める。食事でも食べてる。日本のセンスがどうか知らない。マジマジ。白ワインどうぞ。白ですね、これ白ですね。トロトロの大根なんですよね。うまうま。え、マジっすか、はい、初すり。いい匂い、めっちゃいい匂い。いいところですか。あ、いい香りですね。ありがとうございます。あ、本当めっちゃいい香り。言われがたいな。ちょっといけます。ありがとうございます。ひと飲みしてる。いいよ、ひと飲みする。ひと飲み、あれ全部食べちゃう。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。一緒に食べよう、それは。夫婦仲良く行こうよ。めっちゃいいよ。すごい、ふわふわ。当たりました。いただきます。私、白身が好きだから、うん、いただきますよ。なんか、じゃあちょっと白身はどうする。でも、あのジャンモジャのあれで、やっぱ私も白身で、もうね、すごい匂いが、うん、香りが、香りが、うまい、うまいね。香りも爆弾や。これダメだ。困るや。困るや。これダメだ。シロどうぞ。めっちゃ美味しい。お酒飲むのか。あ、ちょっと、お酒飲むのか。全部食べていいの。食べていい。いやいや、ダメ。一緒に食べましょう。一緒に食べましょう。どうしよう。10年、また10年。これは、すごいね。
そうなんだ、本当に潰れてるこいつ、おいしいな。まだ今まだ柱が分かるんですよ。美味しい、やばい、幸せだよ。でも便利だ、今の便利だ、今の便利だ、あれなんだよ、皿を舐めれると栄光があるな。私はちょっと紳士なんだ。じゃあ全部卵に変えます。あれを尽くしてくださいよ。いまだかってない目玉焼きだったな。ああ、そうだ。これはないわ、うまいわ。でも今回来たのちょっとこれを食べたかったっていうのが、そもそもね、カッチョだよ、飲みすぎてるな。あ、そうだよ、やだ、だってローゼコース、ローゼコース、飲み動画はなかなか慣れてないから、できるかどうか。皆さん、こんな美味しいものがある、皆さん、こんな美味しいものがあるんだぞっていう。気合い入れるか。ありがとう。気合い入れます。ああ、こういう関係で取るのなかなかないんで。これでもワインだとどんどん飲んじゃう。ビール飲む。この辺で。